負けてました。その借りをやっぱりちょっと気になるから返したいなと思いまして、チャンピオンとして今週28日土曜日サタデーナイトライシングスターズでこの谷崎直樹の対戦相手、これがプロレスのマッチメイク委員会にしっかり掛け合って対戦相手としてマッチメイクしてもらおうかなと思っておりますんで、しっかりとリング上で待ってますんで現れてください。